はい、どうも、こんにちは。イバスタスティーブンです。さあ、どっちを紹介するでしょうか。今回はもう服を見てわかる通り、まずはこっち。SH フィギュアーズ仮面ライダーリバイスの方を紹介していきます。Twitter でまあいろいろ情報が流れてくるんだけど、トゲ関係がなんか結構取り扱い注意だとか、っていう感じらしいんで、ちょっといろいろ気になるんで、まずはこっちから見ていく。そんなわけで、まずはお箱の方。鮮やかな蛍光イエローの中で手を挙げてる仮面ライダーリバイス。この人名前が若干ややこしいんだよな。ここにも押印されてるけど、サンダーゲイルバイスタンプで変身して仮面ライダーリバイスになるわけですから、検索するときに名前入れると、大体これ番組のタイトル名だからね。仮面ライダーリバイスで検索して画像を調べると、まあね、4つ目ぐらいに出てきたけど、大体がね、このリバイス全体の写真っていうのが出てくるんですよね。若干の検索のしにくさがある。おそらくフィリップに行っても、どっちのっていう風になるよね。スタンプの名前が入ってればもうちょい検索はしやすい。で、箱の横の方が水色で立ちポーズ。で、上だったり下の方がブラック。で、箱の裏にはいろんなポーズが取れるよと書いてあります。さらに今回もバイスタンプが付属してくる。それじゃこちら中身を見てみましょう。サンダーゲール!カモン!本体と箱の裏の方に説明。プレ版に関しては割と直近まで紙の説明書が入っていたような気がするけど、今後はこういう感じになっていくのかな。とんがってるところまみれだからもうひたすら注意よっていうのと、と付属品だったり、手首パーツの種類が書いてある。で、本体がこちら、ほいと。色がまあすげえね。付属品、まずはブラキオバイスタンプ。ゴールデンブラキオと後ろの方にはジオが造形されてます。で、あとは手首が2、4、ロの、矢の、10。10種類入っています。ぐわっと開いたパーの手と、持ち手と持ち手かな?指を曲げた手と完全に握ってる握り拳。で、あとはバイスっぽいこの手。バイスらしさもあります。ほんと、サンダーゲイルが取れてる。リバイスラッシャーは持ってるんだけど、これ自体はついてこない。これを持てる手首が付属しています。よし、それじゃあこちら見ていきましょう。ちょっと場面転換も今回慎重にやろう。よーそんじいきます。リバーイス。もういつも通りにヒュンヒュンなってやって、倒したらちょっといろいろ怖いからね。そんぐらいトゲトゲしい仮面ライダーリバイス。名前の通りリバイとバイスが一体化した強化フォーム。強化の中ではバリッドレックス、ボルケーノ、ジャックリバイスからのリバイス。まあまあ段階を飛ばして出てきましたね。一応立体物に関してはこれの1個前のジャックリバイスの立体化決まってますからね。デザイン的に共通部分があるっちゃあるんで、まあそれで作りやすかったのかなという勝手な推測。せっかくなんでリバイとバイス、この2人が合わさってこれ。ベースはリバイなんだけど、いかにも強化された感はあるね。そしてやっぱり相変わらずプロポーションがすごくいい。色の方もなかなか派手で、青、ピンク、黄色、ブラック。系統で言ったら CMYK カラーになってますね。シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック。印刷の4原色。そんなわけでまずはお顔の方だけど、トゲがすごい。至るところがもうツンツンにとんがってますね。鋭い複眼にギザギザのクラッシャー。クラッシャーがメタリックピンクだし、溝のところがブルーに塗装。複眼の方もだいぶトゲトゲしいね。複眼が濃いピンクのクリアパーツ。で、おでこにはブルーのクリアパーツが入っていて、この辺は多分バイスの複眼のイメージだろうね。クリアブルーで、この向こう側にあるなんだろうパターン。バイスと同じで立体的なひし形がたくさん並んでるっていう形状。おでこにちゃんとバイスの要素が入ってる。頭の真ん中がマットブラックになっていて、黄色いシャっていうライン。サンダーゲイルだからこれが雷に見えなくもない。で、横から見るとこれまたサンダーな感じで黄色いなんかトゲ。下顎の方も蛍光イエロー。一番下のところがガンメタブラック。片方に4本ぐらいトゲが入ってますね。で、ぐるっと後頭部もガンメタ。派手な中にこの重厚なカラーが入ってだいぶ引き締まってる。頭部の真ん中から首にかけて艶消し。首の方も相変わらずスーツのシワっぽい造形が素晴らしいね。喉の方はメタリックブルーで、そんな頭部の可動をまず上向くのがグッと。ちょっといろいろトゲの破損だったり、自分の手に刺さらないようにあらゆる面で気をつけながら、まあ標準的な可動かな。対してうつむく可動がグッと。うつむくのも顎がボディにぶつかるぐらいで、横方向にはグリッと斜め上を見る感じになるけど、横は見れます。襟がまあまあ高めだからね。続いてベースがイエローになってるボディ部分。ここら辺もすごい色使い。左胸には立体的なサンダーゲイルのマーク。右胸にはピンクのシャっていうライン。胸部の周りがメタリックブルーのラインで囲まれていて、リバイの方ではここのボディラインの方が数字の5になっていたんだけど、こっちでは5になっていなくて、なんだったらハートっぽいね。お腹の方にもイエローの模様と艶消しのブラック。脇の方がガンメタになっていて、シワ造形が入るね。で、肩
周りももうひたすらトゲトゲトゲ、襟が増設されていて肩から胸部にかけてこのなんだろうエッジ、肩アーマーとボディ部分で分割はされてるんだけど見た目の一体感があるね。肩アーマーの位置をうまいこと調節すればすごいなんか繋がってる感じで、肩アーマーの方もピンク、イエロー、ブラック3色3トゲ、肩アーマーもえげつねえ鋭いな。ここら辺もひっくるめてトゲ部分が全部あの破損怖いよね。転倒および落下させたらおそらくどっかのトゲは潰れるか折れる。で肩の可動、まずは腕をまっすぐ上げるとグッとこっちもね、普段よりゆっくり取れた。ゆっくり慎重めに上げるとわー、飛ばない位置だったら水平まで上がんないかな。いろいろ位置を調節すれば、よいしょ、まあ水平近くまでは上がるっちゃ上がるけど、動かないわけではないのかもしんないけど一筋縄ではいかない感じがしますね。少なくともスッと気軽に上がんない。で肩は引っ張るとグッと引き出して、引き出し状態で前後だったり上下に少し可動、肩周りのブラッカー結構光沢がある。で肩と二の腕の間にロールの可動があって、二の腕の方がブラックからイエロー、そしてトゲ、肘の下から1、2、そして手首の方にも1トゲと、尖るところはもうひたすら尖ってる。そんな肘の可動がぐんぐんと90度ちょっと超えるぐらいだけど限界にはとてもいかないね。上の関節から動かして下関節っていう風にやればもうちょっと動くか。どっちにしろまあ可動域はそんなに広くない。肘関節の真上にあるここのところが干渉するんですね。腕の方はトゲだったりメタリックブルーのライン、手首の方も綺麗なメタリックブルーで、親指と手の甲の方がイエロー、色分け造形、手の表情もなかなか細かい。そしてぐるっと後ろ姿がこれまたすげえ騒ぎ。この部屋確かジャックリバイスからそうだったけども、ほんとトゲがすごい。今回のフィギュアの感想もひたすらトゲのことだわ。背中の方はガンメタとピンク、後ろに転倒したらこれやばいだろうな。悲惨な未来が見えますよ。腰の方がアンダースーツになっていて、ここのメタリックかもいいね。そんな胴体の可動、まずのけぞるのがグッと、のけぞり具合は標準的かな。ちゃんとイエローの模様が続いてる。対してうつむく可動がグッと、うつむくのは標準よりちょい少ないかな。腹筋のパーツがまあまあ干渉するからね。でお腹には変身ベルトのリバイスドライバー、サンダーゲイルバイスタンプが装填&オーインされています。オーインの柄の方がプリントになっていて、サンダーゲイルもだいぶ細かいね。塗り分けもそうだけど、向こう側にあるあのファン、扇風機のファンのようなものもしっかり造形されています。どうやったんだろう、だいぶ細かいね。もちろん着脱も可能で、横から見るとちゃんと口を開けたレックスになっていていいね。でベルトのギミック、スタンプのところがこう横に傾くし、回転の方向はお気になさらず、スタンプ台のところがこうぐるっと回転します。ベルトのギミックがちゃんと再現されてるのがもうほんとすごい。いつも通りベルト帯にホルダーもついています。で下半身はまあさすがにこっちは色がおとなしめ、下半身に関してはメタリックブルーが入ってません。ベースも限りなくジャックリバイス、上半身とのバランスで下半身結構シンプルになりがち。腰部分色数は少ないんだけど、なんかこう質感が細かいね。艶消しブラックで、腰周りのところが艶ありブラック、側面の方がガンメタブラック、ももの方にも心なしか明るめシルバーのシャっていうラインが入っています。腰部分はもう結構ツヤツヤ、内側の関節まで結構ツヤがある。基本的に関節周りがツヤツヤなんだろうな。で股関節は引っ張るとグッと引き出して、引き出した状態で足を上げるとグッと、こっちはもう全然干渉物がないんで大体水平まで上がります。さらに股割りの可動なんかもバッチリ、加えてももの付け根のところがボールジョイントになってるんで、こんな風に傾けたりロールの可動なんかもあります。で腰周りは後ろから見るとよりシンプル、ガンメタに艶消しのブラック、膝裏の方は心なしか光沢とシワ造形。そんな膝の可動がぐんぐんと、膝の可動はもうほとんど限界まで、で膝から下スネアーマンのところはまあ控えめだけど2トゲ、イエローとピンクで、ここんところがなんとなくサンダー、バリバリサンダー的なラインが入っていますね。側面のところにはピンクのラインがちょっとつながってる。後ろから見てもなかなかバリバリで、足首の方はもうだいぶシンプル、足の甲がつや消しで、この親指のところがちょっと膨らんでる。足首は上下にちょっと可動、可動範囲はそこまで広くはないかな。でくるぶしもちょっと傾いて、つま先もしっかり動きます。最後に足の裏は、あれ、すいません、下半身にブルー入っていました。そっか、こうなっていたのか。右足が数字の5が書いてあるリバイの足で、左の方はなんか肉球っぽいのがあって0が書かれたバイスの足、足裏に50が入っています。というわけで仮面ライダーリバイスの造形と可動、こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。
まずはもうとっくに変身してるけど変身ポーズ。多分ジャック・リバイスのレビューするときも同じことやるけどね。サンダー・ゲイル・バイスタンプを持たしています。割とギッチギチ無理やり持たしている。指を広げてなんとか持てたって感じですね。そして仮面ライダー1号のように斜め上方向にバット腕を上げる。単純にやっぱりこのポーズがかっこいいんだよな。そしたら応援して仮面ライダー2号のように握り拳でこう腰をひねる。1号2号と来て。で、スタンプを装填したら再び1号の変身ポーズ。伸ばした腕をゆっくり回して逆の腕をハッと横に伸ばす。で、空間を殴るとジャックリバイスにアーマーがどんどん装備されていく。殴りながらアーマーが出てくるっていうのは完全に空間ですね。で、顔を隠して溜めて溜めて、これで装備をもう全部つけるっていう感じなんだけど、もうとっくについてはいるからね。あーでもこれジャックリバイス届いたらこう顔の差し替えだけでなんかその辺は再現できそうっちゃできそう。取り外しでまた破損は怖いけどね。そして箱の正面と同じ手を上げたポーズでこれで変身完了。変身ポーズに1号2号空間の要素を入れつつ、劇中ではこの後の戦闘シーンがだいぶなんかゼロワンっぽい感じで、ギュインギュインと雷で移動の軌跡を示しながらの高速移動っていう、動きにゼロワンなんかも入っていましたね。で、変身したんで全力でパンチ。ギュインギュインと高速移動しながらのパンチ。そんなギュインギュインの高速移動。ポーズに若干のドラゴンボールっぽさあるけど、まあ、高速移動ってこういうもんだから。で、高速移動からの方向転換で一時停止。キュッと止まってバッと飛び出すみたいな、すごく擬音だらけ。下半身よく動くから腰を落とし気味のポーズも取れます。で、転倒がちょっと怖いけどハイキック。バランスを取ればちゃんと支えなしで片足で立てるし、足の方もそこそこ上がっています。いやー、怖い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 。そしてライダーキックの必殺技。技名がバクバクリバイストライク。箱の裏とか宇宙船の特写を参考にしたんだけど、なかなか特徴的なポーズ。左手パーで右手がグーって、この辺でもなんだろう、50表してんのかな。足裏の方でも50っていう風になってますからね。で、これ特写見て気がついたんだけど、足裏のところは相変わらずあのフル塗装じゃないんですね。本来はこの5と0のところが塗装されてるんだけど、この辺に関してはもともと塗装がなかったから、塗装なし状態は継続。ここら辺数字関係は塗装してほしいな。そして武器のリバイスラッシャーを装備。色味は全然違うけど、カラーリングが似てるからやっぱり普通に合うね。見比べるとサンダーゲイルの黄色ってだいぶ緑っぽいんだな。武器のサイズはでっかいけど本人が派手だからもう全然見劣りしない。あとは潜在写真を参考に後ろ方向にブーンと振り抜ける。手をぐわっと広げたりっていうこうダイナミックポーズがすごい似合うわ。あとは縦方向にズンと振り下ろし。ダイナミックさを優先で大股開いています。あとはスラッシャーを持った状態でギュインギュインと高速移動。高速移動しながら切りつけたらまあよく切れんだろうね。ダイナミックポーズが続いたからあえてのおとなしいポーズ。スラッシャーを持ってクールに佇んでいます。おとなしめな感じも割と似合う。見た目が派手だけどクールな佇まいっていうすごいギャップ。あとは手首をこれに変えてなんとなくバイスっぽいような挙動。この手だけでバイスだっていう風になるのは本当キャラの強さを感じるね。第4の壁を越えてこっちに向かって喋ってるようにするとよりバイスっぽい。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回は SH フィギュアーズ仮面ライダーリバイスの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。何度も言ったけど、まあもうとにかく今回はトゲ、全身のトゲがだいぶすっごいね。トゲはもうあればあるほどいいと僕は思ってるんで、割とこういうトゲトゲしいデザインは好きです。色の方は正直初見の時はちょっとこれすげーなっていう風に思ったんだけど、今となってはもうストレートにかっこいいと思いますね。そういうトゲトゲしさが存分に表現されていたんですけど、これは触っててちょっとあの落っことしたらやべえんじゃないかっていう恐怖があるね。あと手首交換の時にあのいろんなところのトゲが刺さって地味に痛い。でトゲもそうなんだけど、なんとなくの気をつけた方がいいのがこのバイス側の複眼っぽいところ。クリアパーツ1本ではなくてクリアとメタリックのこう2段構図になっていて、接着剤とか使うとクリア感が損なわれちゃうからかな。特にくっついたりしていなくてこう浮く感じがあるんで、なんかの表紙でここを引っ掛けてポッキリ折れるみたいな、ここのクリアパーツも取り扱い注意かなっていう感じがしましたね。とりあえず転倒しないように気をつけて飾ります。そして次回はおそらくこちらアークゼロの方紹介するんで、よろしかったらこちらもご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。